百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？というわけで東京の 3D のね計測会から戻ってまいりました。たくさんご覧いただいてましてありがとうございました。今日は足の使い方の3本目の動画でしたね。足さばきがうまくいかない人、遠くへ飛べない人、左足のためができない人、引き付けができない人、これは皆さん何か大きいものを打つときに忘れていってるんです。その原因と実際の練習方法まで、この3本目でやりますね。じゃあまずこんな話からどうぞ。合体戦隊剣道5第36話、イエローの身に奇跡が。ぐわははは、もうダメだな、剣道5。くそ、こうなったら最後の必殺技だ。デラックス剣道ロボ、よろしくベイビー。剣道レッドマシーン、剣道ブルーマシーン、剣道グリーンマシーン、剣道ピンクマシーン。5人の戦士が一つになるとき、無敵の巨人が現れる。待たせたな、行くぞガシ、わー、また負けてしまった。一体どうなってるんだ、これで36杯目だぞ。え、デッド、大変です。なんだ、また左足イエローが寝坊してきてません。何、またか、また我々はやってしまったというのか。そうです、デッド、またやってしまいました。だからあれほどイエローには言っておいたのに。いや、イエローだけの責任ではありません。戦いの間、私たちもずっと左足イエローのことを忘れてましたから。何、実は剣道でも同じことをしています。左足の引き付けが遅い人、右足で大きく踏み込めない人、継ぎ足してしまう人、左足が跳ね上がったり残ったりする人、これらで悩んでる人は全て打つときに左足イエローのことを忘れてしまっているのです。あなたの左足イエローが攻撃に参加していないのです。剣道で一番大事なのは左足イエローです。左足イエローが攻撃の主体になった瞬間、剣道ロボはそう無敵になることができるのです。赤マント総裁は言いました。いいか、お前たちもう弱すぎ。あれだけ左足イエローのことも一緒に戦いに連れて行けって毎回言ってるのに、みんなしてもう忘れてるやん。このままじゃいかん。今日からワイは心を鬼にするからな。まず左足イエローはおるか。はい、ここにおります。です、お前明日からレッドやれ。何、ちょっと待て、おっさん、私はどうなるんですか。レッドは言いました。お前なんかはイエローじゃ。何、5人の力を一つに合わせたければ今こそ左足がレッドになるべきなんじゃ。左足がレッドならもう誰も左足のことを忘れんじゃろう。確かにイエローがおらんでも気がつかんけど、レッドがおらんかったらおかしいもんな。じゃあ早速秘密特訓じゃ。はい、3日後。はははは、は、行くぞ。新しくレッドに任命された左足はめちゃくちゃやる気です。みんな、俺の言う通りに動くんだ。はい。左足レッドが中心になって、みんなに指令を出します。もう、誰も左足レッドのことは忘れません。秘密特訓により、左足レッドは、左足の鹿髪が伸びて、足先のバネも強くなりました。左足が踏ん張れるようになったので、右足ピンクがうまく攻め込めるようになりました。何より、全員が、左足レッドを中心に攻撃を始めるようになりました。左足が踏ん張れるようになったことにより、剣道ロボは体重の水平移動から乗った打ちができるようになったのです。ついにカエル怪人をやっつけることができました。一体赤マント総裁は左足レッドにどのような秘密特訓を行ったのでしょうか。じゃあいよいよお家でもできる秘密特訓ですね。今すぐにでもやってほしいのは片足けんけん練習法なんです。実際この片足けんけんやってる人も多いと思うし、僕もある先生から教えてもらった方法なんだけど、みんなねやるときにね、左足意識しろ意識しろだけじゃね、言葉だけじゃ分かんないんですよ。左足を意識しろってことは具体的に言うと2つなんですよ。前のビデオでもやったけど、左足の膝の裏、ひかがみっていうところを伸ばす。もう一つは、左かかとを上げる。左かかとを上げるっていうことは、左足の前の方、ここにバネがあるんですよ。足のバネ、ここに1個あって、もう一つ膝に1個あるの。このバネと、このバネを使う練習をしましょうってこと。それがまさに片足けんけんなんですよ。じゃあ、ここだとあれなので、場所を変えますね。よいしょ。おっ。
まずは左足けんけんをやってみてください。その時にかかとがつかないように注意。左足けんけんは一見簡単そうですが、膝の裏の膝蓋のバネと足の先のバネがないとうまく飛びません。左足けんけんでみんなで鬼ごっこしてみることもいいと思います。なぜかというと、左足けんけんで前に進もうとすると床をパッと踏むだけでは進まないからです。ぐーんと左足を踏まないと進みません。このことが左足にためを作ることになっているのです。次はレベル2です。竹刀を持って構えたままやってみましょう。竹刀を持つだけで急に難しく感じますが、この時軸足、踏ん張り、バランス、この3つを同時に鍛えることができます。悪い例です。反対の足、右足は必ず前に出してください。後ろに残ってると体が前に進みません。もっと上手になりたい人は歩幅を広くして上ではなく前にできるだけ飛びるようにチャレンジしてみてください。次は手をつけてみましょう。そうすると手にばっかり意識が集中してしまうんですが、大事なことは左足の膝を曲げないとかかとをつけないことです。次は高さを変えて小手面にしてみましょう。思い出してください。この練習で鍛えられるのは軸足、踏ん張り、バランスです。最後は小手面倒ですね。普段の稽古の中で足よりも手が先に動いてしまう人、先生から手じゃない足を先に出せと怒られている人、不思議なもんですけれども、この稽古をして左足が踏ん張れて蹴りができてためができるようになると、自然と右足から体が出るようになります。悪い例ですね。小学生に多いですが、左足ばかりに意識がいって構えがフラフラしてしまう人、手と足と両方意識することでバランスが取れるようになります。悪い例です。うまくけんけんができない人、前に飛べない人というのは2つ原因があります。左足の膝の裏が曲がっていることと、かかとがついてしまっていることです。上手になりたい人は特にこの2点だけは外さないでください。左足の引き付けについてです。左足のため、蹴り、踏ん張り、これがないと引き付けはうまくできません。思い出してください。足にはバネが2つありました。膝の裏の膝蓋のバネと足の先のバネです。この2つで引き付けるのです。だから膝蓋が曲がってかかとが上がりすぎていると全く2つのバネが効かないのです。この片足けんけんなんですけども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。お家でも道場でもどこでもできますので、そうするとこの左足をね、張るっていう感覚が身につくんですよ。ここを力を入れるとか、ここに溜めるとか、床を下に踏み込むとか、そういう感覚がもうね、体で身につくんですよ。これは頭で考えてもよくわからないんですけども、これを、ね、10分ぐらい稽古やった後ね、もう痛いですよ。ここ痛い。この足の先のバネのとこ痛い。ここを痛みで、あ、ここを使うんだなっていうのが体でわかるんですよ。だから10分ぐらいやった後にもう普通の稽古やると、もう右足で一歩でさっと踏み込める。もうそれぐらい劇的に変わりますから。今日はこの辺りでありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。